よもぎちゃんよもぎちゃん。どうしたの？今日のこの部屋暑くない？そうかな。私はちょうどいいけど、暖房が効きすぎてるのかも。しぐれは山の涼しいところに住んでいたから、やっぱり暑いのは苦手なのかな。多分そうかも。汗かいたからちょっとお風呂入ってくるよ。いってらっしゃい。あっつ。よもぎちゃん、帰る時にお風呂が熱いよ。あら、設定を間違えちゃったかな。何度になってた？43度だよ。熱いよ。ごめんごめん、今度からちゃんと40度にしておくよ。今の姿が人間だからいいけど、カエルやオタマジャクシの姿だったら死んでるよ。そうね、ヌマガエルを除けば大抵のカエルは死んでしまうかもね。ええ、43度のお湯に耐えられるカエルがいるの？というわけで、今回は最強の高温性能を持つヌマガエルを紹介するね。ヌマガエルはヌマガエルかヌマガエル族のカエルで、大きさは29から54ミリメートルの小型のカエルだね。田んぼで見かける地味なカエル代表の一匹と言ってもいいように、色は泥沼みたいな茶色っぽい体が特徴ね。ああ、このカエル山でも見たことある。見て見て、このカエルでしょ。でもあれ、ヌマガエルって名前だったかな？しぐれ、それはヌマガエルじゃなくてツチガエルよ。そうそう、それそれ、ツチガエルだった。ヌマガエルと似てるんだね。そうね、でも似てても、この2種類は見分け方はすごく簡単よ。一番見分けやすいのはお腹かな。ヌマガエルのお腹は白いけど、ツチガエルのお腹はやや茶色っぽくてまだら模様が入ってるの。しぐれが見せてくれたこのカエルはお腹に模様があるからツチガエルだね。ほんとだ、これはすぐにわかる。他にもツチガエルの方がイボがあったり、小竜状と呼ばれる突起物も発達してるね。あとヌマガエルは目と目の間にV字型の模様があるね。おお、これはわかりやすい。この2種類は似てるけど、ちゃんと特徴さえ覚えておけば見ただけですぐに区別できるね。それとヌマガエルとツチガエルは見た目からイボガエルって呼ばれてて、毒があると勘違いされることもあるけど、このイボに毒はないよ。人間が害を受けるくらいの毒を持つカエルは、ここにいるヒキガエルやアマガエルくらいだね。ひどい言われよ。でもヒキガエルの毒はただ触っただけじゃ出てこないから怖がらなくてもいいよ。まあカエルに限らず、生き物を触ったら手を洗えばほとんどの場合は何も問題ないよ。そういうこと。あとヌマガエルとツチガエルは生息地でも区別できて、ツチガエルは全国的に分布してるのに対し、ヌマガエルは西日本にしかいないよ。生息地はこんな感じだね。どこにでもいるようで、結構生息範囲は狭いんだね。ヌマガエルは寒さにあまり強くないから、日本でも暖かいところに住んでるね。静岡より西の本州、四国、九州に生息してるよ。1990年代から人為的な移動によって、今では関東にも生息しているよ。国外だと東南アジアや中国、台湾にもいるね。住んでる場所としては、田んぼや湿地、池や川といった水辺が主だけど、畑や草原といった水場から離れたところでも見られるよ。現に絹毛さんが飼育してるヌマガエルは全部畑で取ったものだね。いろいろなところに住んでるんだね。それと私もよく知らないところなんだけど、海水が入り込む河口域でも見られるんだって。海水って？さあ、絹毛さん内湯には海っていう超巨大な池があって、そこの水のことを湯らしいんだけど、そこの水は果てしなく続くくらい広くて、なんとそこの水はしょっぱいんだって。水に味があるんだ。そうみたいね。今度絹毛さんに頼んで連れてってもらいましょうか。賛成。話が脱線したけど、まずヌマガエルはいろいろなところに住める狂犬な種類ってことでまとめるね。そしてヌマガエルが狂犬と呼ばれるもう一つの理由があるんだけど、その理由がなんと、オタマジャクシは43度の高温でも生活できるのよ。なるほど。あれ、驚かないのね。だってさっき言ってたからね。そうだった。自然界でオタマジャクシが生息する水が40度を超えるってそうそうないけど、暑い地域での真夏の水田だったらそれくらい行くかもしれないね。少しだけ話が脱線するけど、
私たちが今住んでる愛知県の尾張地方は濃尾平野と呼ばれる平野の地域で、夏になるとフェーン現象と呼ばれる山脈からの湿気を含んだ暖かい空気が流れ込んでくるの。だから愛知の夏はかなり暑くなるし、日本三大都市の名古屋はヒートアイランド現象も相まって日本の中でもかなり暑いのよ。こんなところにいたら死んじゃうよ。しぐれはきついかもしれないけど、私たちは慣れてるし、そこでも普通に生きてるのがヌマガエルなのよ。ヌマガエルすご。機会があったら生き物以外にも濃尾平野の紹介とかしたいわね。ヌマガエルの繁殖期は4から8月と幅広く、オタマジャクシは1ヶ月半というとても短い期間でカエルになるから、野生の個体数は比較的多いわね。オタマジャクシからカエルまで1ヶ月半って早すぎでは。年に1回しか繁殖期がない流れ引きガエルから見たら羨ましい。ヌマガエルは日本から東南アジアまでという生息域の広さから同じ種類として分類されていたの。でも時代とともに DNA の解析が進んで調べてみると、実は多くの系統に分化しているということが分かったらしいよ。具体的にはインド、マレーシア、インドネシア、タイとラオス、先島諸島、中国と台湾と日本、それぞれ同じヌマガエルでも別の種類になったのよ。特に先島諸島のヌマガエルは日本の他の地域の個体と比べて大型で鳴き声も違うことから、先島ヌマガエルとして別種になってるよ。難しい話だからあまりよくわからなかったけど、要するに同じヌマガエルでも似てても国ごとによって別の種類ってこと？そう、そういうことだね。日本国内でも九州の方では背中に線が入っている個体が多いけど、こっちの東海地方では線が入ってない個体が多いね。九州の方では線引きガエルって言われるくらい背中に線が入ってる個体が普通らしいね。私の周りのヌマガエルは線が入った個体は見たことないけどね。トノサマガエルや流れ引きガエルみたいなパターンとは逆で、特徴が違っても同じ種類なんだね。確かに言われてみればそうね。あと気になったんだけど、さっき生息場所が田んぼや湿地って言ってたよね。そうだね、言ったよ。ってことはトノサマガエルとも生息場所が被ってるってことだよね。獲物の取り合いとかにはならないの？生息数が多いからそれだけトノサマガエルが追いやられてるんじゃないかと思った。しぐれはいいところに目をつけるね。結論から言うと問題ないの。これはキヌゲさんが飼育して気づいたことなんだけど、こちらの動画を見てごらん。これはご飯の日だね。トノサマガエルたちは上の餌に反応しているようだけど、ヌマガエルは反応してないね。そうだね、しぐれの言う通り、トノサマガエルたちは草の上とか飛ぶ虫とかも撮ってるね。動画ではうまく撮影できなかったけど、対してヌマガエルは地面にいる獲物を撮るのがすごくうまいよ。だからいつももらってるレッドローチがピンセットから落ちるとヌマガエルに撮られることもよくあるね。トノサマガエルは下手くそなんだね。下手くそ言うな、ちゃんと地面の獲物も撮れるから。だからヌマガエルとトノサマガエルはそういった住み分けができてるって言ったけど、まあこれは飼育下での発見だから生息してる環境ではどうかはわからないけど、少なくとも結果がこうである以上間違いではないと思うかな。私もカエルの時にヌマガエルがどんなものを食べるかなんて気にしたことなかったし、キヌゲさんに連れてこられて初めてヌマガエルの凄さを知ったよ。なるほど、結構目立たない生き物がすごい能力を持ってたりするんだな。そうね、まだまだ身近だけど知られてない生物はたくさんいるから、今後もいろいろ紹介したいわね。ところでしぐれ、なんか部屋寒くない？うん、さっき部屋暑かったし、お風呂入ってもっと体が熱くなったから冷房にしたよ。ちょっとこれは寒すぎるって、まだ3月だよ。あれ、エアコンのリモコンがない。これのこと？あ、しぐれが持ってたのね。早くちょうだい。この気温の中でもトノサマガエルだったらカエル的に普通に寒いわよ。というわけでヌマガエルの紹介でした。それでは次回の動画でまた会いましょう。高評価、チャンネル登録してくれてたら嬉しいんだ。ご視聴ありがとうございました。カエル的に。